グレナレンヒルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクルーズ軍サンタクルーズ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト右ミギ1983年の MLB ドラフト9巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。1989年にメジャーデビュー。早くから期待されたが伸び悩み続け、 サンフランシスコジャイアンツへ移籍した1995年に24本類が86打点25盗塁とようやく満足な成績を残す。シアトルマリナーズとシカゴカブスでプレイの1998年は打率310、20本類がとりわけカブス復帰後の48試合に打率351の高打率でプレーオフ進出に貢献した。 カブスとニューヨークヤンキースでプレーの2000年には自己最多の27本塁打ヤンキー追跡後の40試合では打率33316本塁打でまたも優勝への追い込みに大きく貢献したアナハイムウェンゼルスでプレーの翌2001年に引退した引退後は2003年よりコロラドロッキーズ参加のマイナーのコーチとなった2007年に ロッキーズの一類コーチとして引き上げられ、2012年まで、務めた。その後は、ロッキーズ参加のトリプル A 級球団の監督を2013年から2019年まで、務めた。子供の頃から、異常なほどの雲嫌いであり、ブルージェイズ時代の1990年には雲絡みの、事件が起こった。本人曰く、夢に雲がいっぱい出てきて、振り払おうとして、ベッドから飛び出して、 のたうち回っていたらしいんだが、目は覚めなかった。起きてみると僕はチ椅子の上にいて、妻が泣き叫んでいた。アパート中、血だらけだった。という。当日昼は、両足、両膝、右肘に、傷だらけの姿で、本拠地、スカイドームに現れた。怪我は、意外にひどく、すぐに15日間の故障者リスト入りとなった。息子のグレナレンヒルジュニアは、 父と同じサンタクルーズ高等学校在学時の2019年 MLB ドラフト40名でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入りしている。ありがとうございます。